カラマンはトルコ南中部タウルス山脈の北今夜から約1 0 0トル南に位置する都市。カラマン県の県と2000年の国勢調査による地域人口は152,450人、市街人口は105,834人、地域面積3,686平方キロメートル、平均高度1,039メートル、都市名はカラマン広告の君主、 カラマン米に由来する。救命のギリシャ語、ラランダは、ルビ語で、砂地を意味する、ララワンダが元である。おそらく、ヒッタイト時代は、ランダと呼ばれていた。カラマンの城塞古代カラマンはラランダと呼ばれ、ペルディッカスにより、紀元前322年に破壊され、その後、イサウリア海賊の根拠地となった。ローマ帝国に属したが、12世紀初頭に、 セルジューク朝の領土となった。1190年にフリードリヒ一世バルバロッサが占領し、キリキアアルメニア王国の重要軍事拠点となった。1256年、町をトルコ人の将軍カラマノウルメフメドベイが掌握し、彼の功績を称えてカラマンと改名した。1275年からカラマンはカラマン公国の都となった。 1468年カラマン公国はオスマン帝国に征服され、1483年にシュートが今夜に移った。カラマンは公国時代の城や町壁、二つのモスクとコーラン学校を当時残していた。この地方に羊を持つ多くのアルメニア人とギリシャ人がカラマンをその生の一部に持つ。初めてトルコ語を使った詩人ユヌスエムレはこの町に住んでいた。 ユヌスエムレモスクの傍らに埋葬されたと言われ、その隣の小さな公園には彼の死が記されているが落書きの被害に遭っている。1222年、スーフィー同士バハエティン・ベレドが家族と共にこの町に訪れ、カラマン公国のアミールは彼らの滞在のためにマドラサを建設した。ベレドの息子はジャラールティーン・ルーミーであり、カラマン滞在中にゲブ・ヘルハトゥンと結婚した。 彼の母が1224年に死んだのもここであり、彼女の遺体は他の家族と共に、アラエティン・アリベイが1370年に建て替えたマドラサーテケモスクに埋葬されている。ありがとうございます。